の方は大丈夫ですかね。はい、よろしいでしょうかね。楽しく踊ろうという目的でせいやさんご指導のもとよさこいを学び、限られた時間で一生懸命練習したということですので、皆さんぜひご声援の方よろしくお願いします。それではクジラ教師の皆さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今回クジラ教室の子どもたちに南中ソーランを教え披露するという素晴らしい機会をいただきました。そしてよさこいの魅力を子どもたちに伝え発信していくことで栃木のよさこいの普及にもつながるのではないかと思います。また同じ目標に向かってみんなで努力することで子どもたちにも大きな力になるのではないかと思います。普段なかなかできない体験を子どもたちと一緒にできることを私たちも嬉しく思っています。限られた時間の中で一生懸命練習しました。精一杯頑張りますのでご声援のほどよろしくお願いします。気をつけれ。皆さんでした。じゃあちょっとせっかくなのでちょっとコメント聞こうかな。踊ってみてどうでした？楽
しかったです。あ、楽しかった。もうみんな笑顔でしたね。じゃあちょっともうちょっと聞こうかな。じゃあ次男の子はこの辺ちょっと聞こうかな。